こんにちは。今日は、最近やってるネイルケア紹介します。あんま変わんないんだけど、前と。でも、とりあえず動画やろうと思って。ブログで見たのかもしれないんだけど、このネイル、とりあえずポリジェルを取って、で、ジェルマニキュアにしたのね。長いの。で、ポリジェルなしで、超伸びたの。で、なしで、ジェルマニキュアだけ。あ、ちなみに、親指っていうの？親指じゃない。なんか見せてた指がチップしたから、マニキュア変えようと思って。で、とりあえずこのエレクトリックドリル、アマゾンで買ったやつで軽くやってます。Anyways、 いや、ポリジェルなしでジェルマニキュアだけでやったら、なんかね、地爪がもともと薄い、弱いから、なんかすごい変な感じだったの。なんかポリジェルの強さがなくなって、よく折り曲げたりとかしちゃって、なんかだるかった。 いや、とりあえず、ファイルでもいいんだけど、手でファイルするの。もうせっかくこれあるので、これでやってた。で、ちなみにベースコートを3回塗ったりとかさ、色を3回塗ったりとか、だから地爪が触らないようにゆっくりやってるから大丈夫。なんか怖い人は、手でファイルやった方がいいんだけど、そのファイルっていうの、違うファイル、エレクトリックファイルじゃない方、電気ファイルじゃない方ね。だけど私もまだ初心者だから、本当にゆっくりゆっくり時間かけて、なんか一生かかるんだけど。 なんだけど、ちょっとエレクトリックファイル、電気ファイルでやってます。で、ちなみになんかね、練習でピーってスムーズになるようにしないとダメで、怖いところはこうやってファイルやってるんだけど。いや、で、なんか穴みたいに1箇所だけがなんか色がなくなったりとかすると、そこはプレッシャーが多いから気をつけてくださいみたいなやってたんだけど、なので地爪触っちゃうんじゃないのって心配しないでね。 Yeah, anyways、で、コットンがなかったから、とりあえずキッチンペーパーでアセトンつけて、で、フォイルで巻いてる。で、クリップのやつがあるんだけど、なんかすぐアセトンが飛んじゃう気がするから、フォイルの方が好き。なので、この作業をやっていきましょう。で、エレクトリックファイルは怖いじゃん、最初は。何回か練習しないとダメ。で、地爪本当に触らないように気をつけないとダメ。ジェルネイル、超フィック、なんか分厚くコートしたから、ジェル、で、ゆっくりやってるから、地爪触らないように超気をつけてて、怖いから。いや、でも怖いところは手でファイルした方がいいです。Anyways、こうやって撮る準備、作業っていうのをやって、で、15分、20分、そのジェルマニキュアブランドによって長さが違うんだけど、とりあえずこれをやって待ちます。で、取って、なんかまだ固まってるところは無理やりガリガリしないでフォイルを戻すっていう感じで、なんか何分間待つみたいな、そういう作業をずっとやってるんだけど、簡単に取れるところは取るみたいな感じね。で、この時ちなみに確かポリジェルちょっと残ってる場所もあったような気がする。しないっけ？覚えてないな、もう。ごめん、頭がダメだ。 とりあえずこれを取る作業を何回かやって、また戻してやってみたいな感じ。いや、Anyways、これが終わったらキューティクルリムーバーで、雨皮処理、これ雨皮がソフトになるやつ、そのブランドによってどれぐらい置くか時間が違うんだけど、それを読んで置いてみたいな、時間通りで雨皮を取ります。取るとかプッシュしてる、私切ったりとかはしてない。なんか切らなきゃいけないところはたまに切ってるんだけど、めんどくさい時はただプッシュしてるだけ。 いや、で、その後によって手を洗ってしっかりで、キューティクルケア、これは iHerb で買ったやつなんだけど、シェアバター？なんかレモン系の匂いね。超いい匂い。で、なんでオイルをやるかというと、アセトンで巻いたじゃん。すごい乾燥するから、肌も爪も。なので、モイスチャイズ。いや。で、また、この作業終わって、イエイって感じだけど、片方の手まだあるので、その作業めんどくさいって感じだよね。で、とりあえずこれ一日中じゃないけど、半日ぐらいかけて、なんか掃除したり、洗い物やったり、料理したりで、これちょっとライトが違うんだけど、夜になったのね。で、やっともう全部取れて、
で自分のネイルやっとできるような時間になってみんなが寝てから、でとりあえずあまたオイルやって、で爪切ろうかなと思って、なんか伸びたけど爪もともと薄いペラペラだから、なんかすごいアンカンフォトボー、なんか心配、絶対割れちゃうとか、なんかよく曲がったりとかしてたから、だからインスタグラムでまたポリジェルやるか、なんかどうしようかなみたいな悩んでたので、インスタグラムでみんなのアンケート聞いて、結構切ってジェルマニキュアやってでポリジェル休憩っていう人が多かったので、それを参考にして爪を切った。私もなんかなんとなく切りたかったのね。いや、でとりあえず爪を短め、超短いじゃないけどちょっと短めに切った。すごい弱いから、もともと弱いのペラペラみたいに。いや、でちなみにこの指はなんかね、2枚爪がすごくて、この時やってないんだけど、今は上にポリジェル薄くコート塗ったの、ちょっと強くなるためにね。でこれ参考にしたのが、なんかコメントでハードジェル塗れば強くなるよって、ちょっと強くなるって教えてくれた人がいて、でもハードジェルがないからポリジェルを薄く塗ったら結構強くなって、2枚爪が過ぎて伸びるまでほっとこうと思って、いや、なので参考になった、ありがとう。いや、でとりあえずこうやってファイルして、で手洗ってるんだけど、オイルの跡とかさ、じゃないとマニキュアとかダメじゃん。あ、でも見せてないだけ、ここになんだけど、マニキュア塗る前に必ず手を洗って、でアルコールで拭いてみたいな、やらないとです。 OK、 使ってるジェルマニキュア、これは前にビログで紹介したんだけど、ビートルスっていうジェルマニキュア、アマゾンで売ってるの。アメリカのアマゾンでしか売ってないんだけど、なんか日本のアマゾンで売るときは教えますみたいな、この人たちから言われて、おっしゃ、よかったとかと思って。安いのね、なんか6色で16から17ドルぐらい、なんか2000円以下で買えるのね、こっちで。いいって言っちゃいいんだけど、でも6色ってさ、4色いらないけど、その中の2色しか欲しくないっていうときもあるの。いやー、なんだけど、まあいいや、6色で17ドルぐらい安いじゃん。いやー、これビートルズで、いろんななんかケミカルとか毒、タクシックが入ってないみたいなさ、へーって感じ。いや、悪くはない、全然。あー、でも手ぶつかったりとかするとき、たまにチップしたりとかするけど、いや、anyways、 私が持ってる色こんな感じね。上に色と数字がついてるんだけど、でも開けないとなんかそっくりな色って感じじゃない時もある。なんかなんだろう、なんとなく、あらの。いや、でピンク系は今日気分じゃないから、とりあえずいらないのをどかそうと思って、いや、ピンク系の気分じゃない。私迷ってる時はだいたいダーク赤とかにしちゃうんだけど、これは何を見せてんの、私ピンクだよって見せてんの、多分なんかそう、ピンクが多い、なんか赤いセット、赤とかピンクセットがあって、誕生日に AJ が買ってくれたやつ。私赤系が好きなんだけど、ピンク系別にあんま使わないじゃん。でもそのセットに入ってるから選べないからさ、なんか6色選べたらいいのになとかと思った。 anyways、 これはなんか悩んでてどうしようかなって感じで、で指につけて様子見てみたいなやってる。いや、で大体なんか、これもいいかもみたいな感じだけど、結局はダーク赤にしたの。いや、この色。はい、みんなは悩むとき何色に しちゃう、喋れない、しちゃう。私はやっぱりダーク赤とか赤にしちゃう。でラメもやろうとかと思ったんだけど、なんか途中でめんどくさくなって、とりあえず赤だけにした。 anyways、いつもじゃない、最近ポリジェル取ってからベースコートを薄く一回塗って、でライトの方にやるじゃん。でその後にこんな感じでしょ。でその後に太くなんかエイペックスカーブ、アーチを作るために太く真ん中にやって、で横をちょっとかけてみたいな感じのやり方。
がいいっていうのを YouTube で見て、ほうほうって感じでそれをやってるんだけど、私まだあんま上手くできてなくて、なんかちゃんとした Apex ができてないなんだけど、まあ練習でそのうちできるだろう。で、ちょっと指を逆さにしてみたいな。で、Cure。で、ちょっとカーブになってるでしょ。まあまあいけてるじゃんって感じ。たまに曲がったりとかするけど、曲がったらまあファイルすればいいんだけど。いや、今回はまあまあ、まあまあうまくできて。私の、これはあんまできてない。私の爪、地爪はぺったんこで、Anyways ってやって、で、また上にまた、コート塗るのね。で、色は3コート。で、ベース3、色3、で、トップコート1回。って感じで、まあまあ強くなったけど、まだやっぱ、って感じ。いや、とりあえずこんな感じが私の最近のジェルマニキュアとかネイルケアです。これはポリジェルオフの後のアップデートです。Thank you for watching! Bye!